はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクションということで、任天堂スイッチですね、ゲームボーイ版の、魔界闘士サガ、サガ2秘宝伝説、時空の覇者サガ3完結編、この3作品が、まあ、遊べるようになってますということで、まあ、早速やっていきましょう。で、順番に、まあ、サガ1から、やっていきます。DS 版のね、ちょっとサガ2終わってないですけど、終わってないですけど、こっちも並行して進めていきます。じゃあ魔界闘士サガで、ゲームボーイ版でやってるので、初見ではないので、まあある程度効率的には進めていこうと思ってます。で、システム周りをちょっと確認するために最初ちょっとやりました。で、画面のサイズが変えられますね。あとゲーム速度も左下、まあ、高速と普通で変えられて、基本は高速でやっていきます。これ早いよね。多分全体的に2倍くらいの速度になってるんで、サクサク進めていけると思います。あと壁紙みたいなのも一応サガ1仕様にしました。じゃあ始めから。世界の真ん中に立つ塔は楽園に通じているという。遥かな楽園を夢見て、多くの者たちがこの塔の秘密に挑んでいった。だが彼らの運命を知る者はいない。そして今また一人ということで、種族は3つですね、人間、男か女で、エスパー、男か女、あとはモンスター、こちらになります。で、やっぱ鉄板はね、主人公人間女で、人間女にしてちょっと愛人に貢がせるのが、まあ、このゲームの攻略の肝になるんで、まずは愛人を作りましょうということで、で、愛人がですね、まあ、いわゆる主人公キャラに選んだキャラがちょっと強い装備を持ってるんですよ。で、人間女にするとこのサーベルを持ってて、サーベルを売っ払うということで、かなりね、金策が進むと。いきなり放り出されたんですけど、ここから逃げ出したい、ギルドで仲間を集めろよということで、ギルド行きましょう。で、一応愛人を主人公的な立場で選んだんですけど、人間男で、こいつをミカミックスっていう立場にしたいんだけど、ミカミックスが入らないんで、人間男が俺で、あとはちょっともう一人愛人を連れていきたいんで、名前が入らないんですけど、こいつも同じ愛人、愛人2号みたいな感じでやりたかったけど、こいつも愛人です。同じ名前で、まあ愛人が2人いればとりあえずいいかな。愛人が2人いて、で、やっぱ1人はね、本命の女の子が欲しいんで、本命の女の子をエスパーギャルにします。で、この子本命です、俺の。というわけで本命を連れていきましょう。はい、 OK。 で、パーティー的には、俺がいて愛人が2人いて本命がいるというような感じになってます。で、一応主人公的なのは愛人になっちゃってるけどね。で、俺と愛人を入れ替えて、で、愛人、こっちの方が強い、で、愛人でしょ。だからこっちの愛人はレイピアしか持ってない。で、主人公に選んだ愛人はサーベルと、ブロンズの固定を持ってて、で、サーベルを、ちょっと待って、これは使うか、外します。で、ブロンズの固定は持ってていいか。で、これを、売っ払います。1030円になります。で、金最初持ってないんで、とりあえずレイピアを1個装備させておこう。すぐ買えるけどね。で、ゴールドメイルとゴールドのコテ、これを買っておくとだいぶ楽になるから。で、これは俺が使う。ゴールドメイル防御力8、そしてゴールドのコテで防御11ということになりましたと。で、愛人の装備外しちゃったので一応レイピアをつけておきましょう。これで OK。 じゃあちょっと買い物の前にここら辺を探索します。黒い封印が施されているということで、この塔は展開へと続いているんだけど、封印されているということになってます。で、シルクハットがここにいるんで、閉ざされたドアの鍵や玄武という魔物が英雄の像に隠してしまいましたと。で、他はこいつも話すか。南東の方角にも町がある。で、こいつも話すと、村から出ると無法地帯。ここ村なんだ、一応。ちなみにね、ここ結構いいのが売ってるんですよね。さっきのゴールドの、コテとかゴールドメールが売ってるんですけど、多分この世界だとここでしか売ってなかったと思います。バトルアクスとかもここでしか売ってなかったと思う。で、バトルアクスとかは買わないで、
買わないで、一応回復ポーション1個買っとこう。500円を持って、そのまま町の外行って、まあ、次の町に行きますか。で、三将雲を倒していく。で、最初は超弱いんだよね。こんな感じ。一匹倒すのに、結構時間がかかる。で、ゴールドの、鎧とか装備させたんで、そんなにダメージを食らわないと思います。で、戦闘にいる人ほどダメージを受けやすいんで、まあ俺を戦闘にね置いておいてやっていきましょう。あ、サイコバリア覚えたね。防御10上がれば、まあ序盤はかなり戦闘有利に進められるんで、まあ楽は楽で、肉はね、あの、食べても意味ないんだけど、食べた方が多分早い。で、サイコバリア1回かけとこう。もう鉄板だね。火力はめちゃくちゃ低いけど、防御なんとかすれば死なないから、とりあえずは。バトルハンマー3とかね、弱すぎるよね。ちょっと主人公以外のキャラが弱すぎるから。で、ここの町に来て、まあ、一応話聞いとく。この町は英雄の町、真ん中に英雄の像が立っている。この世界は3人の王様が互いに争っていて戦争ばかりしていると。戦争っていうほど戦争はしてないと思うけど、盾の城はこの町の隣にある。3人の王たちは世界のキングになるために互いの宝を狙っている。そんな感じもしないけどね。で、ここが酒場的なとこ。北東の方角に鎧の城がある。ここには盾の王、鎧の王、剣の王と3人の王がいる。英雄の像はその昔盾を身につけていた、鎧を身につけていた、剣を身につけていた。で、剣の城は南西の山の中にある。一応3つの王様の居場所が、まあ、分かったということですね。で、まあ、情報は情報でいいんだけど、ここで、ね、弓を買う。弓はね、かなりおすすめ。50円で50回使えて、あの、固定ダメージなんですよね。ちょっと待って、今何個買った。序盤はちょっと弓でなんとかしていくと。で、バトルハンマーもちょっといらない。で、レイピアも買ってあげたけど、いらない。ちょっと弓を使っていくんで。あの、基本的に能力に左右されないんで、本当に。で、能力を上げるためには、人間はね、ここに売ってる元を買わなきゃいけないんですよ。これがね、若干高いんだよね。で、力を上げるためには力の元か、素早さを上げるためには素早さの元、ヒットポイントを上げるためにはヒットポイント200っていう、これ200まで上がるものを買って育てていく。で、経験値とかはないんで、ひたすら金が必要なゲームになります。人間使うならね。英雄の像が立派な姿をしていた頃は、塔にも自由に入れた。まあ、これなかなかポイントっすね。で、あと、そうそうそう。ついでだから、ここで、一応、ブロンズメイルは、全員分買っておきますか。3つ。で、兜がまだないんで、兜も、持てねえじゃねえかよ。買っておく。で、装備は一番下にあった方がやりやすい。で、愛人本当はね、2人とも貢がせたらもう捨てたいんですけど、ちょっとね、主人公に選んだ愛人がこれ外せないんだよね。だ、本当はね、愛人2人、まあ、本当だったら3人愛人を入れて、まあ、こいつらの武器を貢がせて、まあ、金をね、入手していくっていうのが鉄板なんですけど、まあ、ちょっとそれはやらない。一人だけ、愛人一人を使い回す。まあ、それは次の世界に行った時にやります。で、そうそう、兜を買おうとしたんだ、俺は。で、兜買って、これで俺の装備はもう、ほぼほぼ完璧ですね。まあ、防御14あれば、だいたい耐えられる。じゃあ、ちょっと隣に城があるんで、まあ、覗くだけ覗きますか。怪しいやつ出てけということで。まあ、こいつに話しかけても、払われるだけなんで。で、こいつが、おう、盾は渡さんぞ。これ何なんだろうね。ちょっとゾンビみたいな感じになってるけどね、盾の。盾が見たいだと。俺は王様、あれは王様の宝だ。さっさと出ていけと。こいつ大臣。まあ、バリエーション少ないから。人間のパターンの。まあ、とりあえずここは盾の王様がいますということで。まあ、今は大して意味ないんで。また進んでいきますか。まあ、ここら辺のイベントはね、すっ飛ばしてもいいんですけど、せっかくだから見ていきましょう。で、ここが、
鎧の王様のお城、こいつが一番有効的だよね。よくいらっしゃいました、2階へ行って王様の悩みを聞いてあげてくださいということで、悩みを聞きましょう。こいつはみんな同じことしか言わないから。でここに王様の部屋があります。本命王様、お悩みだそうで。そうだ、俗に言う恋煩い、それは、いやお若いって本命が言ってんのか。どこの美人がお相手で。うん、南の村の娘、どうしてもうんと言ってくれない。わかりました、ここは人肌脱ぎやしょう。ところでご褒美は、望みのものを殺せよということで、最初はこの王様の望みを聞いてあげるということですね。で、その娘さんが南の村にいるということなんで向かっていきますと、敵は全然出ない。あ、出てきた。指の力外れた。19とかね、14とかね、大体15以上は当たるんで、15以上っていうか15くらい、平均的に防御上げて18で、指はまあ外れるんだけど、それはしょうがない。20とかね、マジ強いよ指。ひたすら指でいい。120円、コスパがいいんだよね、コスパがめちゃくちゃ。さてじゃあ村に来ました、一回寝とこう。で、そうそうそう、エスパーは戦闘でね、勝手にあの攻撃防御スペース魔力が上がって、さらに技を4つ覚えられます。だからエスパーが本当に強いと思う。あの金もかかんないし。でただ難点としては、サガ2と違って技の入れ替えができないんですよね。勝手に変わっていくんで、その全部あの勝手に変わっていくんで、残したいものが残せないということになります。西の盗賊には、あ、違う違う、西の洞窟に盗賊が住んでいる。奥にいるのが村一番の美人。鎧の王の鎧は英雄の像が身につけていた。で、あなたが村一番の美人、どうして王様のプロポーズを断るんだい。盗賊に落とされている、嫁にならないと村を焼き払う、村を犠牲にはできないということで、そいつをぶっ倒しに行きましょう。ただただお金が必要、いずれにせよ。で欲しいものとしては、とりあえず金、金を貯めてちょっと強化したいよね。で弓も言っちゃうと、もう1セットずつ欲しいかな。でここが西の洞窟で、ちょっとこいつと戦って金を貯めましょう。あの固定敵は倒しても復活するんで、ちょっと効率よくね。じゃあ7、誰食った本命で、また敵を倒すと、ちょっとこれをやっていきます。じゃあちょっとお金が貯まるまでスキップしますか。それなりに貯めます。でお金をちょっと貯めました、1758円。これでまずは俺のヒットポイント少し100くらいまで持ってきますか。ヒットポイント200買って使って、最大ヒットポイントを上げていきます。で弓も補充しました、4つで90くらいか。もう4つ買っとく、もう3セット買うか。3セットってか3つ、これでちょうど1000円残って、あ、増えた、めっちゃ増えたな、16増えたぞ。でヒットポイント200っていうのは、ヒットポイントが200になるともう上がらなくなるというものですね。さらに上位版が、必要になります。でこれでまあ俺は大体大丈夫だと。余ったお金でポーションはまあ回復用にちょっともう1個買っとくか。で素早さの素を3つ買おう。基本的には素早さで特化させた方が楽で、要は今の能力は素早さ3でしょ。これを使うと素早さが10、くそ上がったな。ちょ、上がり方がわからん。12で15、なんか幅があるのかな、よくわかんないけど、とりあえず素早さ15になったんで、これでいきますか。ちょっとセーブしとこう。洞窟へ行きます。弓の本数的にこんだけあれば大丈夫でしょう。
で他の人たち鍛えてないんだけど、まあ、鍛える必要ないんで、で本命ちゃんは勝手に強くなっていくから、もうほんと強いよね。69ではヒットポイントも、てか俺回復してねえじゃん。ちょっとポーション1個余ってから使おう。はい、80あれば十分で、モンスターに話しかける必要は全くないので、弓がなくなったな。よし、でアイテムがなくなると攻撃できないんで、で120円、最初の120円はなかなか美味しいよね。で弓で、であそこに扉があって、扉に行きたいんだけど、行きたいんだけど開かないという感じになってます。でそれはこいつ、親玉、誰が入っていいと言った、俺だ。なんで本命が話すの、あ、そうか、いや違う本命は主人公じゃないよね。ちょっとよくわかんないけど、弓で毒ガエルを潰していこう。痛い。はい、オッケー。で120円、勘弁してくれ、最初からそう言えばいいんだって言って殺すからね。ちょっとひどいよね。まあただこれで盗賊退治は終わりです。ここはね、最初のダンジョンだけあって全然広くなくて、さっきギアかかってたのかな、よくわかんないけど開くようになりましたと。でまあ力の元が美味しいかな、ここの宝箱では。300円は300円だからね。で別に素早さとかでもいいんですけど、せっかくなんで力も一緒に上げていきます。ミカミックスを万能にして、で愛人は使い捨てだから、貢がせるだけ貢がせる、その役目。あ、ボディアーマー覚えてる。相手その1がね、ただ貢がせることができないんで、まあそれがネックではあるよね。まあ、そういう設定が必要なければ、まあ本当は、全員女性で行くのが一番いいっちゃいいんですけど。ありがとうございます。これで幸せになります。まあ、一応、王様のもとへ行けば、それは幸せだよね。ゾンビ。弓が3個しかない。で、ちょっと、鎧の王様のところに行きますか。そろそろ弓を付け替えるか。ここでなくなるからね。で本命も素早さが育ってきたら、正直ね、弓よりはレイピアの方が強いと思うんだけど、まあちょっと弓でいいかな。レイピア安いからね。ちょっと邪魔だこいつ。でもう悩みは解決済みなんで、ありがとう。感謝はともかく褒美の方は。何が望みじゃ、例の鎧を。そうか、分かった。割とあっさり渡してくれるよね。で、これ普通に装備できるんで、ちょっとゴールドメールをキングの鎧にしましょう。防御力26、めちゃ強い。で、本命に一応余ったゴールドメールを装備させましょう。で、本命が2番目にいるんで、これを切り替えます。てか、本命の人々もう95なんだけど。で、愛人、その1を上。これで OK。ありがとう。で基本的には俺と本命、この2人で突き進んでいくんで。じゃあゴールドメールを手に入れたんで、次は剣の王様のところへ行きますか。で剣が手に入れば、あとちょっとここの世界で稼ぎをしておきたい。で稼ぎをしておきたいのと、ちょっとレイピア買おう。レイピア50本あればまあなんとかなるっしょ。本命は弓じゃなくてレイピア。だってお金が623円だから130か。どうなんだろうな。なんか
倒せる気もするけど、ちょっと厳しい気もするけど、まあいいや行こう。とりあえずは全ては本命ちゃんの力にかかってる。どんだけ成長してくれるか。なんか攻撃のね能力を覚えてくれるとめちゃくちゃ助かるんだけど、スーパーパワーがでもあれか、攻撃力めっちゃ上がるんだっけ。でもレイピアは確か素早さ依存だからね、使ったところで大したことにはならない。だとこれがね上に来ちゃってるんで、 A ボタン連打してるとちょっと能力を使っちゃうんですよね。でレッドブル、こいつ強えんだよな。痛い。銃を食らうのか。本命で銃だからね相当強いね。愛人とか16とか食らうから、次勝ったら死ぬんじゃね。うちの愛人ポーション手に入れたから、まあ使っていこう。まあ死んでそのままにしとくのもいっちゃいいんだけど。でスリングしレッドブルか、よく出てくるね。いや本命を狙わないでくれよ。でこれで80キロだから変わんないんだよ、その1人40円っていうのが。いや40円以上持ってるやつもいるんだけど、早男とかどうだったかな。基本的にレッドブルが割り合わないかな。で早男は、早男も1人40 2匹だったからね。でネズミの親父とかこの辺どうなんだ。いやこれね結構食らうな。攻撃力が高いぞこいつは。愛人だって17も食らうんだけど。で120、そうだよね3人いたから変わらんわ。ちょっと待ってね、ちょっと怖い。剣の王が倒すか。ちなみにこれね、ここの階段外れです。武闘家しまった。俺がアイテムがない。ひたすら弓でいくか。で本命食らうわ。本命もうちょっと鍛えた方が良さそうだな。愛人とかもマジでやばい。死んだら死んだら別にいないけどね愛人は。で本命は技を増やしてくれるんでなるべく生かしておきたい。160変わらんわ。ヒットポイントが減ってきたけど、しまった間違えた。貴重なポーションを使ってしまった。1200円か。武闘家4体はしまった。また弓を装備させるのを忘れていた。俺に攻撃をしてくれる分には全然大丈夫。愛人とかにグッと来るんだよな。いやレイピア強いわ普通に。忘れずに弓を装備させよう。でこっから行くんじゃなくて実は下から行く。うわー今ちょっと左の敵に当たったな。やばい。本命のヒットブットを回復させておきたいけど、ま、俺さえではなんとかなると思うんだけどな。ただこの防御力だと剣の王の攻撃は通るからね、もしかしたら厳しいかもしれない。というわけでセーブしておこう。この剣が欲しいかならば俺を倒してみせる。剣の王スーパーパワーを使う必要がないから。悪臭ってなんだっけ。まあいいや攻撃あるのみだ。17、俺が8だもんな。結構食らうよね。とにかく俺を狙ってくれ。よしよしよし、俺がおとりになる。倒した。大して強くなかったけど死んでるぜ。でこれでキングの剣が手に入ったんで一応また金稼ぎをしますか。キングの剣は無限に使えるんで。でちょっとキングの剣の実力を見ましょう。26、いいね強いね。でこれちなみに力依存なんで。レイピアがマジ強えな。大ハサミ虫
あ、霊気覚えた、やった。いけ。超早い。200円。キングの次、霊気こっちだな。いや、霊気はもう忘れたくないな。アルバトロスもね、結構攻撃力強いんだよね。消えよ。だいぶ戦闘がはかどるけど、それも霊気がある時だけだ。ブリザードの書でも買っておこうか。まあったらあったで便利そうだからね。霊気こっち、あとは弓。まあ、ブリザードの書買っても多分プラスにはなるんじゃない。結構高いけどね。てか愛人の瞳とはもうないんだけど。あ、死んだ。まあいいや、相手はしょうがない。死んでもほっとく。別に経験値が手に入るわけじゃないんで、ほっといても大丈夫です。俺と本命さえいればこの世界は制圧できるから。ゾンビの肉もどんどん食っていこう。無駄だけど。一体で来るとは愚かな。でここで鍛えられるだけちょっと鍛えておきたいんだよね。だから今このキングの装備がある状況で盾はいらないんで、ちょっと後回し。うわ、ヒットビート183まで来てるよ。マジで強いわこいつ。あ、炎覚えてるつもりか。いや、やっぱりね、エスパーが強いよ。もうどんどん成長していくもん。で俺もなるべくちょっと素早さの元買って成長しよう。1、2、3、これで素早さ22。どんだけ上がった？わかんねえや。2、3、4、4使えるか。で22だったんだっけ。でブロンズの盾は売ろう。まあ、メイルはねちょっと取っとかなきゃいけないんで、ブロンズの盾20円。で473円、素早さのトムッカを。まあ、ヒットポイントは130か。いこう、買っとこう。どんくらい伸びる ?5。微妙。で、素早さは32。で、キングの剣は力に依存なんで、ちょっと能力的に活かしきれないんだけど、盾も手に入れとく。いや、いらないな。アイテム欄が圧迫されるだけなんで。で、そうすると三章狩りをした方が、三章もういねえんだ。だから効率よくやるためには剣の王のところに行ってひたすら固定の敵を狩りまくる。よし、これでいこう。ちょっとまたお金貯めをします。消えよ。というわけで、現在俺のヒットポイントが174、本命319とかね。ほんとエスパー上がりがいいよね。で、素早さを特化させてます。素早さは68で、キングのシリーズはもうちょっと外してます。イベントで使うんで。で、本命が攻撃31、防御12、素早さ45、魔力45というところですね。普通に攻撃力31っていうか、まあ力なんですけど、もう圧倒的の能力値だよ。まあ俺はね、素早さに特化させてるんで、素早さ68で全然俺の方が早いですけど。金がかかってないからね、エスパーギャル。てか、こいつ邪魔なんだけど。じゃあ、あとは残りの一つ。キングの盾ですね。これを入手しに行きましょう。で、王様の前へ行くと、王様が、死んでいる。ちょうど良いところに来た。お前ら王様殺しの犯人ということにしよう。やれ。たかだか骸骨と侍みたいで、この俺を止められると思うな。ザコが。ひー。あ、ちなみにね、愛人は二人とも死亡しました。別に蘇らせるつもりもないんで、このまま俺と本命の二人旅で行きます。で、こっちに行ったんで、大臣を追っていくと。で、大臣が、のんきに歩いてるんで、待ってくれ。何が欲しいんだ。金か。金ならいくらでも出そう。いくらでも出してくれんの？本当に？盾より金の方が欲しいんだけど。まあでも、悪は許さん。レイピアで突き刺す。400円。いくらでも持ってるんじゃねえのかよ。
で、キングの盾をゲットしましたということで、これでここの世界のキングの盾、キングの剣、キングの鎧が揃ったんで、これを英雄の町のこの像に使います。で、3つ使ってクリスタルをゲット。で、クリスタル自体は、まあ、扉の封印を解くんですけど、まあ、どこで使っても大丈夫なんで忘れないうちに使っておきます。で、そうすると剣舞ですね。3つのアイテムを集めるやつがまた出たか。瞬殺してやる。何、1ターン倒せなかったか。ワンターンキルはできなかったけど、所詮雑魚よ。900円、まあ、それなりの金は手に入ったね。これで勝ったと思うなよ。まあ、雑魚敵の言うことなんて気にせず、ここの世界はこれでおしまい。で、基本的には素早さを上げてるんで、まあ、レイピア使っていった方が安上がりだし、まあ、強いので、まあ、当面の間はちょっと素早さ系の武器を使っていきたいと思います。で、さっきクリスタル使ったからここも空いてますということで、どうしようかな。登りきっちゃうか。登りきっちゃうところまでやりましょう。で、敵が変わってるんで。何、早い。で、グリーンスライムは結構厄介なんだよね。で、素早さを上げた理由が、素早さを特化させると回避率が上がるんで、まあ、結局防御は無視しても回避すれば、当たらなければどうということはないんで、行き止まり。で、まあ、関係ない世界とかもね、この塔にはあるんですけど、まあ、せっかくなんでそれは見ていきますか。なるべく。青大将。あれ、レイピア予備持ってたっけ。このレイピアがなくなったら、ちょっと特殊能力に頼らざるを得ない。で、ここの世界、なんだ、間違える。神様がこの楽園を作ってくれた。ここでは何もしなくていい。お店誰も働かなくてもいい。いや、食料とかどうしてんの。勝手にこのヤシの木から生えてくるのかな。ここにも人がいる。食べて寝て夢を見る素晴らしい生活さ。うん、まあ半分楽園みたいな感じかな。回復していこう。これヒットポイントしか回復しないんで、こういう世界もありますと。まあ、この世界に住んでればね、幸せなんじゃないですか。ちょっと暇そうではあるけどね。何してんの普段っていう。娯楽がないのもまたね、悲しいよね。炎で一掃するか。鬼の肉、なかなか上質な肉だな。塔はどんどん登っていって、こっちはない。お、いろいろ出てきた。レイピアがあと4本しかない。ゲッ、倒せねえ。で、俺が意外に食らうね。やっぱ素早さ99とか欲しいかな。この段階で68はまだちょっと少ないかな。いや、でも十分ではある。で、ここはちょっと地獄的な感じ。4匹の悪魔がこの世界を支配している。鬼、あれ、これって普通の敵。どうなんだ、普通に敵が出んのかな。この苦しみに耐えれば楽園に連れてってもらえるの。いや、自分の足で行け。楽園は近いぞ。ガーゴイル、あ、ガーゴイルだっけ出てくるの。って言ってもさ、確か別に何もなんないんだよね。痛いよ、苦しいよ、あ、殺してくれ。他にはいないのかな。特殊能力が若干充実してるけど、こいつは倒しても意味ないっしょ。ガーゴイルを倒して自分で食料を調達する。とにかくガーゴイルに肉を食う、そういう世界か。これ肉めちゃくちゃ落ちるよね。炎って20回使えるんだ。コスパはいいな。で、これ針行くと人々は1ずつ減ってくんで、まあ、何気に痛い、まあ、そういう世界です。回復してヒットポイントはね、なんとかなるんだけど、炎とかのね回数が回復しないんで、あくまでもヒットポイントだけ。じゃあ上に行きましょう。で、宝箱、
芋虫が5体か。これは焼き尽くす。芋虫の肉はまずそうだな。強い。消化が本当に強いよね。防御無視なはずだったから。でデリンジャー、デリンジャーはまあ固定系ですね。弓の強化版みたいな感じ。グリーンスライムの肉とかマジで食いたくない。でここに扉がありますけど、ここは封印されてるんでいけません。いや結構金溜まってんな。でやっぱり後の世界の方でね、稼いだ方が全然効率がいいんで、老人を探しなさいだけ。というわけで、新しい世界に来て、じゃああっちへ入ったところで、今回はここで終了したいと思います。まあゲームボーイ版だからね、割とサクサク進んで、まあ多分全てか1世界1回くらいで収まるんじゃない、全5、6回でまあ終えればいいと思ってます。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。